お願いいたします。甘利明でございます。経済再生担当大臣並びに、経済財政政策担当大臣、そして、社会保障税一体改革担当大臣を拝命をいたしました。経済再生の司令塔として、日本経済再生本部を設置をいたします。先ほどの閣議で設置をされました。併せて、経済財政運営の司令塔として、経済財政諮問会議を再起動をいたします。そしてこの2つの会議が、しっかりと連携を組みながらですね、短期的には円高デフレからの脱却、まあ円高はだいぶ是正されてきたわけでありますけれども、そして中長期的にはしっかりとした経済成長戦略のもとに日本経済を再生軌道に乗せていきたいというふうに考えております。そして社会保障税の一体改革担当大臣としてでございますが、3党合意に基づきまして、社会保障税の一体改革を引き続き推進するということでございます。有識者会議で議論を深めていっていただきます。8月の期限までに、改革案が閣議決定できるようにしなければならないと思っておりますが、同時に、3党協議は並行して懸案部分も進めていくということを承知をいたしております。しっかりと連携を取りながらしっかりしたものにしていきたいと思っております。私からは以上です。その初閣議で設置決めた再生本部についてお伺いします、はい、これは法律の裏付けというのは今のところないんですけれども、うん、閣議決定だけということですが、前政権では国家戦略会議というものがですね、同じように閣議決定だけで法的な担保がありませんでした、うん、でこれを官邸主導です、諮問会議と一緒に両輪で、日本経済の再生を進めていくお考えだと思うんですが、その司令塔役としてどのように政権として担保しているというお考えでしょうか。しっかりとした成長戦略を作るということですね。で、成長戦略は今までの内閣でもたびたび作られたわけであります。さらにブラッシュアップしたいいものにしたいと思っておりますが、要はですね、これをしっかり実施するロードマップ、それから体制環境整備をどこまでできるかということだと思います。で、その方向性を示して、そこに至るまでの環境整備を政府がしっかりコミットしていくことですね、この分野に政府としてはどのくらいの予算を投入するとか、あるいは規制改革をどう進めていくかということで、つまり民間経済主体がですね、内部留保を使って、あるいはお金を借りてもそこに投資をしていくということにつなげていくような政府のしっかりした、としたコミットが大事だと思っておりまして、そこをしっかり、していきたいと思います。つまり、評論家じゃないですから、こんな具合じゃないですかということじゃなくて、そこに、至るまでのロードマップをしっかりして、民間主体がそこに投資をしたくなるような環境整備をしっかりしていく、そのことについてしっかり政府はコミットしていくことだと思います。すみません、もう一方でお願いいたします。じゃあ女性、日本農業新聞の白柳と申します。 TPP についてお聞きします。はい、大臣は TPP 交渉参加問題についてどうお考えで、どのように対応していこうと思っていらっしゃいますか。TPP についてはですね、例外なき関税撤廃を前提とすると、そういう交渉の手法については、国益に沿わないというふうに考えているわけでありますが、国益に沿うようにどうしていくかという道があるかどうかということだと思っております。はい、では以上をもちまして甘利大臣の会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。